井上大輔のフィットネスここまで行っていいんかい。はい、ということで、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。パーソナリティの峯岸です。はい、今回もですね、井上大輔さんにまたいろんな話していただこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、おかげさまで前回もあの動画は大好評で、物好きがよくおる皆さんね、興味を持って見ていただきたいと非常に嬉しいなという感じですね。はい、この番組はですね、このフィットネス業界についていろいろ問題点であるとか、さまざまなご意見をね、もう超ベテランの井上さんにお話していただくという番組になっております。はい、で今回の、テーマですけども、今回ですね、ドーピングですね、についてちょっと井上さんにお話を伺っていこうと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、まずはですね、ドーピングとはってところからいろいろお話、ね、していただこうと思うんですけども、はいはい、まあ根が深い、根が深いです、根が深い、皆さんも根が感じてますけども、根が深いですよね。根が深い、はい、まあ正義を行うと、まあ、世の中の半分ぐらいは敵になるそうです、ね、いうことわざがあるけど、はい、まあ、それぐらいのことなんですね。そうですね、うん、で、まあ、ドーピングっていうのは、まあ、僕は実は言うと、まあ、日本のナチュラルボディビル連盟の、うん、まあ、理事になってて、うん、で、まあ、去年ぐらいから国際ドーピング委員会に、すごいですね、まあ、入ってて、うん、はい、まあ、どっちかというとその協会の方から、うん、まあまあ、ドーピングをこうやめるという、うん、そこ推進の、うん、まあ、活動してほしいという、うん、まあまあ、使命というかを受けて、ね、うん、まあ、これからやっていこうと、はい、うん、まあ、ファンクションなら全然関係ないまあまあね、うちの理事長どこ行っちゃったかなまあけど大事な活動なんですよね、ファンクショナルドーピング機能的なドーピング機能的なドーピングしたらあかんと。いや、そうそう、うん、大事なことですからね、はい、まあ、うちの団体は JADA には入ってないんです、はい、なぜかというと JADA っていうのは1団体しか入れなくて、あ、そうなんですね、そうです、JBBF が入ってしまってるんで入れなかったんですけども、あ、そうだ、ボディービル、まあ、ボディメイク業界も JBF しか入ってない、入れないです、まあ、入れないです、はい、ただ、海外の、まあ、うちの、 その WNBF っていう海外のナチュラル団体っていうのがあって、まあ、そこが WADA に入ってるんですね、まあ、この世界の、ね、世界ですね、はい、そこにドーピング の、 その、まあ、まあ、委託をしているということなんで、うん、まあ、まあ、ドーピングの話は、うん、まあ、していこうと思うんですけ ど、 ど、まあ、ドーピングっていうのが、もうちょっと頭悪いんで、今ちょっとカンペでいきます、はい、まあ、勝手にしながらやっていきますけども、はい、スポーツにおいて禁止されている物質や方法によって競技能力を高め、うん、意図的に自分だけが優位に立ち、うん、勝利を得ようとする行為、うん、でこれを、まあ、ドーピングって言われてます、うん、これはJADA からですね、はい、日本ですね、うん、JADA ですね、はい、で、まあ、まあ、それだけだから薬を飲むことじゃなくて、うん、それを、まあ、まあ、そのこう隠すとか、あとよく知られてないのが、そのドーピングを明らかにしているだろうっていう大会に参加すること自体が加担するっていうことで、アンチドーピング違反になってしまって、なるほど、まあ、犯罪の片棒を担ぐみたいな、そんな感じですね。そうです、だから僕も協会から言われてるのは、うん、ドーピングをしてる人と一緒の写真に写ったらあかん、あ、もうそこまで厳しいんですね、はい、だから一緒にセミナーもできないんですよ。なるほどね、うん、だから言わないですよ、うん、それ言えないですよ、はい、まあ、でもなんとなしに断らない、断らない、なるほどね、なるほどね、やっぱりそのそれをするだけでもそのアンチドーピング違反になってしまうっていうことを、まあ、言われてます。なるほどね、うん、まあ、それだけだからそのすごい神経質にならないといかん問題でもありますよね。なるほどね、うん、いや確かにそこまで、まあ、僕も今初めて聞いたんですけど、そこまで細かいちゃんと設定あるんですよね。あるんです、うん、すごく辛いです。確かにねまあけどね、もちろんそんだけクリーンしなあかんっていうのも分かりますしね、そんだけの重大なことやってことが、それぐらいせんとあかんいことですね。そうですよね、うん、うん、なるほどね、皆さんも知ってましたこの話ね、多分知らない方多いと思うんですよ ね、 ね、だからトレーナーとかがこう安易にそういう、まあ、まあ明らかにしてるだろうっていう団体に出てしまうっていうことがアンチドーピング違反になると。なるほどね、うん、まあ、でも僕らはもう基本的にはドーピングっていうのはトレーナーの仕事の一つとしてやめようと、うんうん、っていうのが僕らは仕事だと思ってるんですけど、そうですね、うん、やっぱりそういうもともとそのトレーナーのモラルっていうのはやっぱり増えてくると、うん、もう極端な話、ドーピングで体を大きくして、うん、ボディの大会で優勝して、うん、でトレーナーっていうパターンも、うん、
出てくる、出ているはずなんです。出てますね。出てると思う。これ出てないっていうのはこれそうなると思うんです。確かにそれは、うん、そこは綺麗事は言いたくないんで。うん、そうですよね、うん、確かに今の中だったらその中になりますもんね。あるコンテストで優勝してやっぱり知名度があって、でそれでトレーナー活動もしくはジム開く、開く、あとブランド作るとかっていうのも ね、 そうですよね、やっていくという形ですよね、うん、だからもともとそのスポーツの道徳とか、うん、トレーナーの道徳っていうところを、うん、まあ、もっとしっかりさせた方がいいんちゃうかなと思うんですけど、うん、まあもう残念なことに、うん、やっぱり使ってしまう人は、うん、ドーピングってっていうか、そういう薬がある限りなくならないのが現状です、うん、これなくなるっていうのは無理やと思います。確かにね、うん、まあ本当それは欲望は人間ある限りね、やっぱりでかくしたい、筋肉つけたいっていう、そう、まあ、これも本当欲望じゃないですか、切れてこうね、果てなき果てなき活望、知らせ、あの本知ってます、もちろん知ってます、ね、だからまあその、ね、状況だったら、だから、うん、まあ悪魔の薬に手を出すとかね、そうそうそう、なってしまうのも、まあ認めたくないけどもなっていくんだろうなっていうのは分かる気はしますけどね。僕はドーピングしてる人悪いとは言わないです。うん、世の中に悪い人間っていなくて、うん、弱い人間がいるだけなんです。うん、あ、これ名言出ましたよ。本当そうですよね。ついついやっぱり僕らもそうだけど、いくら頑張ってプロテイン飲んで、うん、高強度のトレーニングして、うん、頑張っても、うん、ホルモンに限界がある。うん、じゃあもうそれ遺伝にもなる、遺伝もあるんで、なんぼ頑張っても大きくならないんですよ。うん、でその時にどうしようかなって思った時に、でもやっぱりスポーツもそうですよね。例えば陸上選手だったら、うん、タイムを0コンマ1秒縮めるのに100メートルとかでした、うん、もう血の滲むような努力をして、うん、時には交代しながら、うん、なんとか自分と向き合ってやっていくっていう、そういう過程がまあ美しいというか、そうですね、意味があると思うんですけども、うん、それがなくなってしまうんですよね。だからそこをしなくていい、うん、自分の限界と向き合う必要がないっていうことで、これはすごいそのスポーツの本質から外れてしまう。そうですね、うん、だから本当に自分の能力での限界だったらもちろんね、スポーツですけども、それがプラスアルファの力入っちゃうと自分じゃないですもんね。そうなんです、そうなんです。ってことは本当に力じゃないよってなってくるので、じゃあその成績とかのってことは確かになってきますもんね。うん、だからドーピングをして優勝した人の異なる人、うん、大体後でまあ引っかかった人のまあ言い分という、言い分じゃないけどインタビューなんかをすると全く刺さらないです。うん、確かに。どちらかというとどういうことが多いかって言ったら、ほとんどの場合が、まあ、自分なんかが優勝していいんだろうかっていう言い方するんですよ。これもう絶対ね、後ろめたさで出る。でそれ刺さらない。なるほどね。うん、で俺はもうこの腕を今回も弱点だったから1センチ太くするのに、もう毎日毎日血の滲むような努力して、それでこの弱点を克服して今回勝てたっていうやつが、まあそれがスポーツですよね。そうですよね、うん、やっぱ響きますよね。そうなんです、うん、もうほんまに血の滲むような努力して、もう1センチ1センチ太くするのに、そうそうそう、ナチュラルの場合本当そうですよね。本当にそこの苦労がね、はい、あるというのがありますからね。それがなくなると、まあアメリカが今現在になってるような感じで、うん、その一般の人々からの尊敬が得られない。そうですね、うん、まあ、マニアは好きですよ、うん、マニアはもう喜びますよ、うん、でも一般の人からしたら、じゃあ結局アメリカの、じゃあそのボディビルがナチュラルでないボディビルがどう言われてるかって言ったら、フリークショー、あの怪物ショーですよ。もはや人間ではない、もう滑稽なものになっちゃってるんですよね。そうです、だからもう本当に一部のマニアしか行かない。うん、じゃあ街中の人に、じゃあジェネレーションアイアンっていう番組があって、うん、街中の人にボディビルだってどうですかって言ったら、その、まあ、プロの写真見せていくと、うん、いやこれはちょっと行き過ぎやなみたいな、気持ち悪いよねとか、いやドーピングしてるんでしょっていう、何一つその尊敬というか賛辞がないんですよね。ないんですよ。ここは確かにね、意外と日本人の方思ってないと思うんですよね。そうそうそう、サブカルチャーなんですよ。なるほどね。まあ、今ちょっとアメリカの話で見ましたけども、じゃあそのアメリカのちょっとドーピングの歴史的なものを簡単に説明していただければ嬉しいんですけど、どんな感じで、もう前から日本、まず、ね、向こうは先だったと思うんですけど、まあ、シュワルツェネガーの時代ですよね。あ、まあそれはシュワルツェネガーね、はい、まあ、でも、まあ、あの時からまあ始まって、まあ、ここからもスタートはしてたんですね。もうすでにしてましたね。あ、うん、まあ、今よりもそんな薬物ももっとそんな今みたいなたくさんなかったし、単純なもんですよね。でそこから始まって、でもやっぱり儲かるんですよ、ドーピング、ね、オリンピックとかで、
儲かるんで、どん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 増えてきて、で80年ぐらいまではもう言ったら本当に高校のロッカーにもあるぐらい、まあまあ、だからその副作用の怖さっていうのがやっぱりまだそのたくさん出てなかった時代です、うん、ただやっぱり僕の知ってる限りではやっぱりこう亡くなる方がすごく多い、うんうん、で一番僕がショックやったのは、うん、僕の好きな、プロレス団体のこれ言っていいんですか WWE の、うん、まあ、チャンピオン、クリス・ベノワーと、はい、これ言っていいんですか、まあ、一応、はい、と、エディ・ゲレロ、うん、2人とも亡くなりましたよ、ね、うん、40ぐらいで、うんうんうん、で1人は殺人しましたよね。家族全員殺して自分も首吊ったんで、はあ、そんな悲惨な事件が。そうです、結局これはまあ言ったらホルモンを中に入れるわけですから、うん、要はあの女の人が生理前に、あ、はい、うん、不機嫌になる、ありますね、はい、うん、でもそれの数倍きついのが来るんですよね。はあ、なるほど。ほうほう、するとまあ言ったら鬱になったりとか、あ、精神状態おかしくなりがちゃう、ね、日本でも警察殺した人いましたよね。あ、確かに知ってます、はいはい、の人よね、うんうん、だからそういうのがあって社会問題ですよね。だってプロレスって向こうで言うと、うん、メジャーリーグベースボールと同じぐらい人気がある。 大スターが、ね、生まれることですよね。そうなってくるとやっぱり社会問題になるし、うん、みんながだから尊敬をしてた人たちがそういうことになってしまったって言ったら、なるほど、それなかなかショッキングな話ですよね。で、まあ、じゃあ今度野球がですよね、うん、野球が、メジャーリーグベースボールが、うん、まあ、そういう、まあ、ドーピングチェックし始めて、うん、多分きっかけがね、僕もちょっと定かじゃないんですけども、ジェイソン・ジオンビっていう選手が多分、うん、ちょっと暴露したというか、うん、カミングアウトしたのが始まか捕まったかがはじあの始まりで、ちょっと僕も記憶がもう定かじゃないんですけども、はい、それでメジャーリーグベースボールがドーピングチェックしたんですよね、うん、でその前は言ったらマーク・マグワイアとかサミー・ソーさんみたいな、ね、バリー・ボンズ、はい、ね、ホームラン80本ぐらい出たり、ね、あの時すごかったですもんね野球。その後にドーピングチェックして、うん、多分ねメジャーリーグベースボールはね成長ホルモンも調べたと思うんですよ。ステロイドだけじゃなくて、はい、するとあくる日都市のホームラン数70本とか80本が38本とかさ、うん、半分明らかに激減したと。そうそうそう、めちゃくちゃ分かりやすいんですよ。はで、まあそれが結局、これからじゃあ、まあ筋肉をもうバン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 つけたら、まあ、基本的には当たったらピンポン玉みたいに球飛んでいくわけですから、まあ、ホームランっていうのから、まあ、でもやっぱりそれであかんよねっていうことで、そのまあトレーニングはまあ筋力至上主義からまあファンクショナルって、ちょっとファンクショナルの話できましたけど、やっと会長出てきました。そこからやっぱりちょっとその技術とか体の動きっていうので、やっぱり観客をしっかりと引きつけないとダメですよねっていう動きにはなったっていうのはありますよね。ファンクショナル生まれていきつもそういうとこからスタートしたっていうのがあるんですね。だから最初はみんなボディビルでしたからね。そうですね、ボディビルですよ。まあ、その流れがあって、まあ、ファンクショナルもあって、まあ、その裏側の過程でそういう話があったっていうドーピング歴史があったってことですね。なるほどね。いや確かそういうことをね、まあ、改めてこう世界事情と比べてもなかなかそう深いですよね、うん、深いですね。日本は今の状態はちょっとアメリカの80年代90年代にちょっと似てきてるかな、うん、30年ぐらい前の。そうですね、ちょっと、うん、感じにはなって、まあ、何でも結局日本ね、アメリカのね、まあ、更新というかね、日本の場合だと追随して形になっちゃうんで、そう、まあ、いいとこもあるけども、こうやって悪いとこもやっぱり、そうですね、同じような流れ組んでるという形なんですね。で、具体的な健康被害、まあ、先ほどちらっと言いましたけど、まあ、先ほどうつみたくなるっていう状況と、はい、あとどんな健康被害ってあるんですか、ドーピングって。まあ、簡単に言うと、まあ言ったら、経口口から取るのと、はい、まあ、注射がある。あ、そう、2種類あるんですね。まあまあ、いっぱい、皮膚にすり込むのもあります。そんなもあるんですか、塗るタイプなんですか。塗るのもありますし、舌に落とすのもあると思いますし、で、まあ、大まかに分けたら注射で打つのと、はあ、まあ、口から入れるのとであると思うんですけど、まあ、基本的には体の中でないようなものを入れるんで、そうですね、まあ、言ったら、まあ、肝臓被害ってなりますよね。やっぱり毒入れますから、ね、で、まあ、そこから肝硬変、肝臓がんにもなるし、注射を打ち込むともこれコレステロールですよね。あ、うん、そうですね、うん、血中に、うん、するとやっぱり動脈硬化やら心臓にも負担かかるし、心疾患系ですね。そうそうそう、シュワルツネガーも、あ、言ってんかな、肝臓動脈の手術してますよね。そうですよね、だから
周りにブレーンがいる人は、うん、これ言っていいかどうか分かんないですけど、うん、生き延びれるけども、うーん、ブレーンがない人は売って、はあはあ、それをどうしようもなくなって、なくなってしまう。まあ確かまず心臓発作ってイメージ強いです。確かにイメージとしてはね。そうですね、心臓発作ですね。そう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 、たくさんなくなってると思います。アメリカのプロレスラーって40代ぐらいでみんななくなりますから。昔のあの、うん、ムキムキの。そうですね、うん、だから本当人生に左右してくるって形なんですよね。40代人生半分ぐらいですもんね、まだね。そうなんです、そうなんです。そこで終わってしまうと、終わってしまうっていうのはまあ良くないです。そうですよね、うん、太く短くって言うても、まあ、短命すぎる。確かにはね、それ美談にしていいのかって話ですよね。そうですよね。まあ本人がやるのは自由なんですけど、そこに関してとね、選択肢になっていく中で、まあだからね、まず健康被害としてそういうのが出てくるのは必須ですという形ですもんね、はい、じゃあね、まあアメリカはそんな足で進んでまして、まあ、この日本の現状ですね、はい、にちょっとね、まあ、話せる範囲でいいね。あの直接聞きたい方は聞いてもらって結構なんですけどね、まあ、動画なんで一応話せる範囲で結構なんですけど、まあ、日本の今現状を見て、あ、まあ、井上さんが思うことでもいいですけどね、うん、どういう方だってかなっていうところ。やっぱりその僕らは、まあ、昔そのボディービルをやって、まあ、今もやってる選手、現役なんですけども、はい、そのスポーツとしてのボディービルっていうのを叩き込まれたんです。スポーツマンシップっていうのは大事だった、ね、はい、うん、だから意味があるっていうふうに、まあ、教え込まれたんですけども、今は違いますよ。スポーツではなくてどっちかといえばショーみたいなビジネスですよ、ね。まあ、そうですよね。現状でいったらそっちの方でも強いですよね、結局は。まあ極端な話、まあ、トレーニングしてて、まあ、ちょっと体が大きくなってきた、あ、コンテスト、コンテストですね、コンペティション出ようかなっていう話になって、まあ出ると、まあ最初は勝てない、じゃあどんどんやってたら薬を使ってるんだなと、あ、じゃあ薬使ったら自分もできると、で大きくなると、じゃあある程度入賞ができる、でそれが入賞できたらどうなるかっつったら、まあ今現状で、その旗から見たらちょっと華やかで、いい、そのよく見えるトレーナーっていう仕事ができてくると。そうですね、でも華やかじゃないですよね。やっとったら分かるでしょ。そう、もちろん周が見とったらかっこいいみたいなイメージあるけど皆さんね、多分世間のイメージ、本当多分世間のイメージと僕ら現場っていう人間のイメージ違うと思いますけどね。そうなんです、うん、でも僕は言うんですよ、それうちでもたくさん来るけども、そういう、まあボディメイクでそういう入賞してトレーナーになりたいっていう子が来ます。勉強しに来ます。勉強教えますけど、でも言います、今現状でちゃんと学校を出て資格を持っているトレーナーはめちゃくちゃクオリティ高いですよ、その人たちよりも高いクオリティを出さないと、体ができているだけやったら生き残れる、そんな甘い世界じゃないですよ、これ絶対今。そうですね、おっしゃる通りです。それはそれのだから華やかなイメージと、まあ、裏側の努力とか裏側の活動ですよね。そうそうそう、本当に言ったトレーナーってそこですからね、基本的には裏方なんで、そうそうそう、っていうのはちゃんとないとやっぱり、まあ、まあやってるのは無理ですよね、基本的にね。無理だと思います。まあ、だから、まあ、その人のことを思っての話ですよね。そうです、まあ、特にだからドーピングとかをしてしまうとやっぱりもう後戻りができないですよね。今度 やめたらやる前、やドーピングをする前の体よりもちっちゃくなってしまうわけなんです。そうですね、だ皆様知っておいてほしいのは、本当に やったらやり続けしかないんですよね。もう一回入れたらもうやめられなくなっちゃうと。そうなんです。でやっぱりちゃんとしたそういう処方をしようと思ったら、やっぱり、まあ、年間200万以上はいる。ああ、結構かかるんですね。そうそうそう、だから結局何せなあかんかっつったら、これ稼がなあかんわけですよね。だからサプリメントもらわないとダメだし、ひょっとしたらユーチューバーにならなあかんかもわかんないですよね。そうですね。ああ、話が通じてきましたね。なるほどね。で今度ユーチューバーでもっと注目してると思うと、もっと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 なるんですよ。他のユーチューバーよりもやっぱ体大きくならないとダメ、ね。やっぱ見る人はそこ憧れますもんね。そうそうそう。より巨大化でこっちですごくっていうのが視聴者の子煽ってきますもんね。視聴者としたらね。知らないですよ。確証があるわけじゃない、ないんで。まあそうなるよね、まあ、予想じゃないけども、まあこうなっていくん。
もしくはなってるんかなっていう、まあ、流れ話の流れ的にはそうだろうなと思いますけどね。そう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 、まあ、費用200万かかると、200かかる、で普通だったら出せないですよね、普通の人だったらね、出せないで稼がなあかんと、稼がなあかん、どうしていくかというと、ブランド化していく、商品化していく、いろんな収入を持っていくってなって作らなあかんと、そうそうそういうのと言いますみたいなね、うんうん、で僕はもうスポーツ選手にも一般の人にも言ってるのは、人生の目標っていう、うん、もしくは終着点っていうのを近くに置くなっていうことを言ってます。うん、だから例えば、この大会に優勝するたびに薬を使う、うん、すると自分のその人生の終着点っていうのはどこかって言ったら、うん、死ぬ時なんですよ。ああ、なるほどね。死ぬ時に、うん、あ、すごく自分は世の中に貢献できて、いろいろ人にも恵まれて、うん、周りも人がたくさんいて、あ、いい人生やったっていうのが終着点にせんとなるんです、うん、僕の考えで、うん、でもそれを一番手前のを終着点にすると、うん、ちょっと楽、うん、なんでかって言ったら、うん、ずっと続けていく、トレーニングでもそうだけども、うん、地道に続けていくっていうことがスポーツの本質だけど、うん、それみんなできないんですよ、うん、だからそのスポーツ選手っていうのは尊敬されるんですよ、うん、確かにね。それをまあ言ったら薬使ったらすぐに出かかるから、うん、でその手前のその大会にあのゴールにしてしまう、うん、その後がないんですよ。うん、使い続けてて、ね、体がボロボロになるか、うん、それともやめて体がちっちゃくなって、うん、何もなくなってしまうか、これね、うん、どっち行ってもね地獄ですよとね、それはね。そう、だからあの別にね、そのドーピングしてるのが悪いとか悪だって言ってるわけじゃなくて、うん、その先のことを考えて、うん、でも日本でその違反ではないわけだから、ね、やるんはいいんですよ、勝手なんですよ。でもその先のことも考えてやってほしいし、で例えばね、それで YouTuber になって成功したとしても、うん、自分はドーピングしてるっていう人いないじゃないですか。うん、もちろん。っていうことは、青少年とかがこれからトレーニングを始めるっていうこと、子らがクリーンな状態でここに行けるって思わせてしまうことは、僕は多少罪があると思う。そこは確かにね、まあ、現時の問題ってのが一番そこだと思うんですよね。そうなんです。なんか違反してるわけでもないし、個人の自由なんですけどもって話 で、 そうなんです。けど影響力って意味では社会に影響を与えますよねって話ですよね。そうなんです。フィットネス業界に関してはね、だから自分のことだけ考えるんじゃなくて、そこの業界で生かしてもらってるわけだから、そこの業界の未来のことを考えると、あなたそれでもやりますかと、この青少年たち騙してることになりませんかと。うーん、だから、まあ、今のね若い子らがドーピングするのは分かるんですよ。うん、でもやってほしい、みんななる、他のスポーツはなってるんですよ。うん、やっぱり40ぐらいになってくると、やっぱりまあ20代の時は若かったし、うん、まあちょっと、まあ、まあ幼稚っぽいというか、うん、未熟やったなと、うん、安易に手を出してしまったなって、みんな何するかといったらカミングアウトするでしょ。私ドーピングやってました、ドーピングが良くないことです。確かにね。それをひょっとしたらするような傾向にあるんじゃないかなという今後の予測ね。確かにね、今現役で活躍している人がどうなっていくかっていうところ。そうなんです。だから自分のこと、僕が言いたいのはあのこういうこと多分他に言う人いないから、あえて言いますけど、自分のことばかり考えとかんと、うん、業界全体のことを考えてほしい。そこですよね。うん、だってその業界に自分は生かしてもらってるっていう感謝がないとダメですよ。いや、本当おっしゃる通りです。もうそれに関して僕も全く同意見で、やっぱりまずね、業界のことを考えなきゃいけないっていうのね。そうです。まあね、その自分のことだけもいいですよ、別に。いいけど、やっぱり希望としてはそこまで考えてほしいなっていう一市民の意見です。いや本当にそれは、まあ、僕もやっぱりすでに業界貢献っていうのを、まあ、軸にして、まあ、取り仲としてますから、そこに関してすごく賛同できるんですよね。でやっぱり、まあ、本当に生かしてもらってると、そうですね、皆さんおっしゃる、生かしてもらってるんだと、業界に僕ら助けてもらって活動してるし生きてるんだってことをまず認識しなくちゃいけないと、そうなんです、いうことが第一前提なんですよね。そうなんです。まあ、ただそれがあれば業界に対して悪いことできないなと思ったら考え方も変わってくるよねってことですね。考え方も変わっていきます。だから今後自分がこの業界で生きていくときに、やっぱり40、50ぐらいになってくると、やっぱ感謝が生まれんとダメだと思うんですよね。この業界で自分はすごく成長させてもらったと、
僕らはその感謝がありますよ ね, すね、あるからこういうことやってる、ね、すごいリスキーやもんね、これはめっちゃリスキーやもんね、今リスキーで何のメリットもないもんね、僕ら何のとこもないさ、YouTuber でもないし、そうそうそう、一トレーナーですよ ねやってたけど、うん、けどやっぱ僕らそこをちゃんとね、まあ僕もね、井上さんも40代っていうね、そうそうそう、ところでやっぱりまあちょっとなんか責任感も感じてるっていうのもありますし、やっぱ今後ね、まあ、僕らのと恩返しですよね、業界良くしていきたいっていうのはね、そうそうそう、うん、まあなんかそういう人たちがなんか集まって、まあそういうなんか運動じゃないけども、うん、やっぱりやっていって、撲滅はできないです、うん、まあ、これははっきり言います、もうステロ、うん、あのステロイドというか、ある限り絶対無理な話です、うん、そこを目指すっていうよりは、まあ、ちょっとでもその若い人とかこれから始めようという人に対して、まあこういうことは将来的にはこういうことがあるんよと、それでもまあやるんやったらやったらいいけど僕らは進めないよということを伝えていく必要があると思うんですよね。そうですね、うん、あと選ぶか選ばないかはもう本人の自由なんで、禁止されてるわけではないんで、本当そうなんですよね。だそこに関してもとやっぱり僕らはね、少しずつ広めていきたいなというのがあって、ね、今回この動画もねテーマにしたんですけどね、そうそうそう、だしっかりそこに関しては、まあ、やっぱり健康第一で安全第一で、その後にいろんな競技であるとか生き方であるとかに左右していくという形になっていくと、そうですね、まあ、本当にフィットにする意味はもう一回考えてほしいんですよ ね、 そうですね、トレーニングはなぜするのかとかっていうところ、健康、まあ、まあまあでもやっぱり言い分は分かるんですよ、競技になったら健康じゃない、まあ、どの競技 も、 もう体潰す直前までやるんで健康ではないんですけども、まあ、それでもやっぱり自分で頑張るのか、そうなんですが、自分で努力で頑張ったらもちろん納得するんですよ、ね、入れてしまうのか、そうそうそう、飲む打つだけなんか、だからその努力の過程ですけどね、そうそうそう、それによって、まあ、もちろん健康じゃないこと分かってるし、それでちゃんとこうね追い込んでて体ボロボロなくても勝つっていうのは、まあ、これが本当の、まあ、美学っていうかね、そうそう、自分から行動を起こすのか、それともまあ入れてしまうのかっていうね、迎え入れるのかっていうところですよね、そこの差が大きいと思うんでね、うん、やっぱそこに関しては本当ね、まあ、スポーツもそうだし健康もそうだよってことはちゃんとやっぱきれいな状態でやってほしいと、まあ、そうですね、そういう人たちが増える、まあ、特にトレーナーって言われる人たちは、まあボディの大会からトレーナーだった人も、それをトレーナーっていうのはやっぱりね、クライアントとかを健康にするっていう使命があると思うん で、ね、不健康にするトレーナーっていうのは僕はトレーナーじゃないと思ってるんで、そうですね、だからそこをこう抑えるというか、っていう存在であってほしいなと、そうですよね、はい、やっぱ導く人ですか、トレーナーっていうのはね、そうですね、コーチとかね、正しい道に導いていって、それにちゃんと、指導していく形になっていくのは仕事としては本望だと思うんでね、そうですね、だからまあ本当まず僕らの業界人に関してまずそこの意識をしっかり持ってほしいと、そうですね、いうとこは今回も僕らはね、そうですね、まあこれは僕らはウェイトトレーニングっていうのを職業にしてて、それでやっぱりそのトレーナーっていう職ね、職業についてる以上、やっぱり僕はスポーツ界全体に広めていかなあかんことだと思うんですよ、やっぱり僕らの業界が一番こういう問題になってる部分もありますよね、まあ、もちろんね、まあ、スポーツ界全体ですからね、そうですね、言うたら日本でも本当に他の競技でもちょっと言ったら大問題ありますもんね、そうですね、陸上とか何でもそうですよ、まあ、オリンピック競技のやつとか特に言うとね、デリケートにやっておりますし、だからあのレベルまで僕らの業界を引き上げていかなあかんのかなと思うんですけどね、まあ、いつまでもサブカルチャーで終わるのはもったいない、そうですよね、だからやっぱ本当ね、世間の方に認められ、世界に認められっていうところにちゃんと引き上げていきたいなっていうのはそうですよね、ありますよね、だってやってることは本当すごいことみんなやってるわけですからね、死ぬほど努力してね、追い込んで飯食ね、我慢してよかっていう、ご飯我慢してね、そうそう、すごい、だから僕もそれ分かるだけにね、だから辛いなと思う思いなんですけど、ね、この努力をちゃんと認めてね、打ち出していきたいなと思ってますからね、そうですよね、そういうことに関してはやっぱね、皆さんもこの動画見てる方も一緒に考えていただければいいかなと思うんですけどね、はい、で最後にちょっとね、まあ、今後の、ね、ちょっとアンチドーピングの活動ですね、はいはい、に関して、まあ井上さんのちょっとお話を伺いたいんですけど、どんな感じで考えてますか。一応もう僕も協会の方から、まあ、そういうのをやってほしいという、そういう、まあ、使命を受けたということで、はい、まあ、やっていきたいなと思います。はい、具体的にどんな感じで、はい、まずそのまあ、うちの団体っていうのが、ANNBBF って、日本全日本ナチュラルボディビルディング協会ですね、はい、日本ナチュラルボディビルディング、うんうん、そうですね、はい、で昔はその、まあ、JBBF と NBBF っていう2つの団体があって、
でそこからずっと一緒に、まあ一緒っていうかもう2つの団体でやってきて、途中 JPC とか入りましたね、うん、はい、うん、まあ、JPC は今うちに吸収されてる状態です。あの、はい、杉田さんの方から依頼があって吸収されてます、うんうん、ただあのうちの団体がちょっとやっぱりその時代に乗り遅れてるというか、うん、まあ昔からやり方があんまり変わってなかったんで、うん、どん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 衰退していってしまう、うん、で、まあ、今はもう九州がメインの大会になってるんです ね、 でもこれ60何年の歴史があって、うん、でナチュラルっていうのをやあのずっと歌ってて、 で、ね、でやっぱり選手も見てると、うん、やっぱりドーピングチェックしますし、うん、あのナチュラルな選手ってすごくやっぱり人間的にはすごく魅力的な人が多いですし、うん、やっぱ体もあのごついとかじゃなくてやっぱ綺麗、そうですね、うん、あの洗練されます、だから本当に今求められてる体一番そこだと思うんですけどね、そうなんです、あのね、洗練ですね、あ、うん、この洗練って言葉大きいですね、洗練です、もうこれ見たら分かると思います、うん、やっぱここっていうのはすごく大事にせなあかんなと思ってて、でこの団体をもう一回再生したい、うん、もう一回まあ、実は言うとちっちゃい団体なんで小回りが効きます、うん、ですからここの団体をもう一回再生して、で日本にまた新しいそのボディメイクボディビルっていう文化を根付かせたい、うん、でそれはもうそのサブカルチャーではなくて、うん、やっぱり文化として の、うん、あ の、 そのボディビルボディメイク、なるほど、ね、うん、まあ、その辺の人が、まあ、うん、体になりたい、そこの延長線上にまあそれが、うん、こう一般の人にも浸透する、尊厳を得るっていう活動を、まあ、していきたい、なるほど、ね、っていうことで、まあ、やっていこうと思ってて、でそのためには何がいるか、うん、まあ、JBBF 大きいですけども、まあ、うちは違う、まあ、また違ったことをやっていきたいってなってくると、今まあ理事長があの一人いて、うん、でちょっと団体自体が若返りになってるんですよ、うん、で僕はそこにさらに新しい若い血を入れたい、うん、でそうして新しいその今までにないアメリカにもない日本の新しいそのボディービルボディメイクの価値観っていうのを根付かしたい、うん、でそのためには改革が必要なんです、うん、じゃあ改革っていうのはどういう人がやるか、うん、古い人はできないんです、うん、改革ができるのは、うん、バカ者とよそ者と若者なんです、うん、なるほど、その三大要因ですね、そうです、だから、そのもうバカ者と若者とよそ者にどんどん入ってもらって、うん、もうこのもう今の現状、うんうん、もうこのままいったら行き止まり、またアメリカの二の舞になってしまう、ね、フリクションになってしまうっていうのをなんとか食い止めて、うん、その新しい考え方とか、うん、でコンテストももっと、かっこよくしたい、そうですね、まあそこですよね、うん、ダサかったらダメ、うん、で新しいそのどんどん考え方とか、うん、で、そのボディメイク の、 そのやっていく時 の、 その過程もどんどん哲学を入れて、うん、一流アスリートと同じぐらいのレベルのメンタルを持った選手を育てていきたい、うん、なるほどね、だからもうイチローとかホンダと話ができるトップ、うん、これができて初めてサブカルチャーじゃなくなるんちゃうかなと思って、うん、確かにね、そういう流れを作っていきたいと思います、なるほどね、アホですか、わけでバカモンで最初のバカモンでよくやってますよね、バカモンですか、ミノミ君バカモン、同じです、バカモンじゃなくて話できないですよね、そうそうそう、いやけどおっしゃるとですよね、そこで回復していくのは大事ですからやっぱね、そうそう、だから本当に、これを見ている皆さん、ね、みんなごちそうさまでしたもんね、はい、まあ、ちょっとでも親切をしたいと思ったら、このバカ者のこのこの渦に僕らが最後浮かしてきますから、ね、入ってきてもらって、はい、でどんどん自分のやりたいことをやってください、もっとかっこよくしてほしいし、もっとアートにもしたいし、そうですよね、うん、もっとそのスポーツとして尊敬される競技にしていきたい、確かにね、ポテンシャルはあります、だっていっぱいしてるから、うん、そうですね、やっぱ歴史と、ね、伝統がありますから ね、うん、だけね、筋トレしてる人も世の中に5万といるんですね、そうそう、確かに絶対これはこうどん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 こう上げていかんとあかん業界ですよ ね、 ね、
だから、まあ、標語とか、まあ、いろんなナチュラルこと、ナチュラルほど美しいとかね、そういうのをバンと出して、宣伝なんですよ、ね、もう体見たら分かります、そのね、ワード作っていって、またね、ブランド化していくとかできたらね、いいと思うんで、だ本当、そういう大会ね、まあ、本当に今後のショーじゃなくて、本当にそういうのに求められた人が集まってくるところ、その第1回が、第1回の、関西オープンが、9月の13でしたっけ。はい、ありましたね、はい、にあの神戸で、やります、出しておきますね、ちゃんとね、神戸でやります、はい、ラピスホール神戸の駅のちょっと上でやります、はい、そこに対して、皆さんの協力と知恵が欲しい、そうですね、で今までにない大会にしていきたいと、もう根本はドラッグフリーです、ドラッグやったことない人、まずここです、絶対うちは、スポーツとして尊厳されるためのボディービル、ボディメイク、フィジークがあって、そこがあって、それ協会 の理念なん で、ね、そこがあって、それに対してでもダサかったらダメだから、そこに対していろんな人のいろんな血を入れてって、その業界を変えていくっていうことに参加してほしいと、そうですね、思います。本当ね、そういった意味でこうね、まあ、本当の大会を作っていきたいんですよね、僕らはね、真実を伝えていくっていうのが大事ですし、で本当に、ね、活躍する選手とかも育てていきたいというところ、まあ、モットーですよね、はい、まあ、興味のある人はここまで、はい、またこちらに待ってよかったらバンガーさんの連絡先が書いてきますので、はい、まあ、けどね、本当に楽しみですよね、今後ね、まあまあね、新たな課題が大変、いや、もちろん大変だし、ね、まあ、いろんなことありますけども、まあ、まあ、やりましょう、やっぱりやりがい絶対ありますからね、僕もそこに関しても大賛同してるんで、まあ、皆さんについていこうかなと思ってるんでね、まあ、はい、そう、JFTA でやろうかなと、はいね、協賛で、はい、ただうちのね、あのファンクショナル協会ももちろんそこ全面バックアップということで、そうですよ、ね、やっていきたいですし、もうすでにファンクショナルじゃないでしょう。まあ、前回の動画見ていただいたら、ファンクショナルじゃやめますからね。まあ、やめる、もう関係なし、ファンクショナルとかボディメイクとか言っとう時点で、もうそこ超えましたよ、もうね、もうそういう世界じゃないと、もう本当、もっとグローバルにね、グローバルでいきましょう、グローバルでいきましょうよ、ね、いや、本当そうなんですよね、まあ、本当そこに僕ら一番ね、存在価値が出てきますからね、そう、まあ、筋トレは愛し、ね、そう、フィットネス愛し、そう、ね、そこのために貢献をしたいという前提ですもんね、そうしていきます、そうしていった方がいい、うん、そうですね、行きましょうよ。皆さんもね、まずこの動画見ていただきまして、今回ね、いろんな感じていただいた方いらっしゃると思いますので、まあ、まずね、そういうことを一回、自分の中で通ってみてもいいと思うんですけどね、そうですね、役についてとか、うん、本当の自分の仕事の価値とか、あと存在意義とかを考え直してもらって、でなんかね、まあ、まずご自身自分のことがしっかり頑張ってもらうのは当然ですけども、まあ、ちょっと余裕があったら、ちょっと協力してもいいかなとか、ね、そう、ちょっとなんか貢献できたらいいなってことを動いていただければ、そうですね、何でもいいんで、相談来てもらったらいいと思います。はい、ね、そう相談来てもらって、でクレームはこっちでお願いします。流しますけどね。まあ、そんな感じでは進めてきたので、はい、よかったらまた連絡ください。はい、はい、で今日はこんな感じで終わりましょうか。はい、はい、では今回もどうもご視聴ありがとうございました。はい、次回戦でまた、はい、お会いしましょう。はい、はい、さようなら。はい。